こんにちは、無重力のマサトです。前回こちらの、突っ張り棒式の、懸垂バーをねレビューさせてもらったと思うんですけど、めちゃくちゃ使い勝手よくて、僕自身めちゃくちゃ評価高かったんですけど、ここから今日はさらにね深く使っていきたいと思います。この突っ張り棒タイプの懸垂バーでどのようなトレーニングができるのか皆様にご紹介したいと思います。そしてね、こいつの耐久度の凄さというのをねさらに皆様にお伝えしたいと思います。はい、僕は試しに結構使ってるんで、もう強度分かってるんでね、もうガンガンやっていきたいと思います。やる前はしっかりと思いっきり締めてください。はい、やる前に一度締まっているか確認してください。これ本当大事なんで、はい、これが締まってないと、いくらね突っ張り棒って言ってもね落ちてしまうんで、そこだけ皆さん、しっかりとやる前は締め直すようにしてください。はい、これ本当大事です。まずはね、前回お見せしたような様々な技ができます。はい、今回はねもう躊躇なく思い切ってねやりたいと思います。はい、見てください。こんな感じでね、もう勢いつけたマッスルアップ余裕です。そしてね、次プランシェやりたいと思います。はい、プランシェも余裕です。そして次フロントレバー、はい、余裕です。はい、もうこんな感じでね、もうかなり勢いつけてトレーニングを行っても全然びくともしません。はい、ただね、ちょっとこのゴムのグリップの部分がね、キュッキュッキュッキュ言ってしまうんですけどね、そこは仕方ないですね。懸垂とか行う部位にはね問題なく、気にならないんでね、わざやるときはちょっとねグリップが効きすぎて気になるかなというぐらいなんで、そこは問題ないと思います。はい、おそらくね皆さんが使うんであればね懸垂とかだと思うんで、そこはね気にしなくていいです。はい、ということでね、こんな感じの高負荷なトレーニングをしても、びくともしないということをね証明しました。そしてここからはこの突っ張り棒タイプの懸垂バーでおすすめのトレーニングをご紹介していきたいと思います。はい、様々なねトレーニングできるんで、今からご紹介していきたいと思います。まずはね当たり前ですけど懸垂です。もう懸垂はねマジで安定します。こんな感じでノーマルの懸垂と手幅を狭めたナロー懸垂、はい、これはね問題なくできるんですけど、ワイド懸垂がねちょっとできないんで、そこだけちょっと不満なんですけど、懸垂はねめちゃめちゃ安定します。はい、そして続いてはバーディップスですね。これに関してはちょっと上に上がってもらわないといけないんですけど、はい、上にねどうにか逆上がりとかで上がってもらって、ジャンプでもいいですね、とりあえず上がってもらって、そこでねバーディップスができます。はい、できる方はこれ逆上がりでこうやってね上がることができます。そしてバーディップス、はい、はい、こんな感じでねバーディップスも余裕でできます。めちゃくちゃ安定してできるんでね、懸垂バーディップスはめちゃくちゃおすすめです。はい、これはねやっぱり、外に出ないとね基本的にできないと思うんですけど、この突っ張り棒タイプのねバーがあれば家の中でできるんで、かなりおすすめですね。そしてねこの通常の懸垂やディップスがね楽勝にできるという方は、はい、こいつですよ、ダダーン、こちらの荷重です。はい、これは荷重ベストをね別に用意してもらわないといけないんですけど、この荷重を背負った状態で懸垂を行ってもこのバーはね全く崩れることはありません。はい、これは僕が試してるんでね今からやってみたいと思います。はい、こういう感じでベストを背負ってね懸垂を行うことで負荷上げることができます。はい、効きますね、これは普通の懸垂のね何倍も効きます。はい、バーディップスも同様にできます。
こんな感じでね、荷重をしてもね、びくともしないぐらいね、頑丈なんで、はい、荷重トレーニングをするのもおすすめです。続いてはこちら、リングですね。はい、これ釣り輪になるんですけど、釣り輪のね、トレーニングもこれ、ね、できちゃいます。はい、はい、という感じで釣り輪取り付けてみました。はい、こんな感じでね、釣り輪トレーニングもできます。をつけてトレーニングすることもできます。それでは次がね、最後になります。最後はね、はい、こちらでございます。はい、チューブですね。チューブを使ったトレーニングができます。はい、まずはチューブをこのようにね、バーにかけてやります。そしてこのチューブを引っ張って、このように押し上げる。はい、はい、こういうね、ストレッチ系の、筋トレができます。はい、これはね、プランシェのね、肘の関節を鍛えるのにも効果的ですし、まあ、ストレッチとしても効果的ですしね。はい。こういうトレーニングができます。このチューブとこの懸垂バーの相性っていうのがね、めちゃくちゃ良くて、ストレッチとかにも使えますし、技のね、補助トレーニングにも使えます。はい。これフロントレバーやね、プランシェの補助も、これとこれのセットがあればできちゃうんですよね。まずはね、フロントレバーです。このチューブをね、こんな感じで腰に引っ掛けます。はい、この状態でこのチューブをね、持ったままバーを握ります。はい、この状態でね、フロントレバーを行うと、このチューブが体をね、持ち上げてくれるんですよね。はい、補助の役割をしてくれます。それでは行きます。はい、これね、チューブが引っ張ってくれております。はい、チューブのこの反発力が体を持ち上げてくれることによって、楽にね、フロントレバーを行うことができます。はい、これはね、最初、初心者の方がフロントレバーを練習するのにとてもおすすめです。で、このチューブのね、強さを変えてやることによって、その強度を変えることができるんで、まあ、自分のレベルに合わせてチューブ変えてもらうことをおすすめします。はい、こんな感じのね、トレーニングできてしまうんですよ。はい、これ一つあって、あとはこういう風な補助器具ね、こういう、釣り輪であったりチューブであったり、ウェイトベストであったりとね、補助器具を買えばね、さらに、幅が広がります。はい、そして続いてはね、このチューブを使ったプランシェの補助トレーニングご紹介していきたいと思います。チューブをバーに引っ掛けます。そしてね、この輪っかができるんですけど、この輪っかの中にね、体を通します。はい、そしてこの状態でプランシェを行うことで、チューブがね、反発する力が体を持ち上げてくれて、楽にプランシェが行えます。それではちょっとやってみますね。よいしょ。はい、この状態でプランシェを行います。いきます。はい、これ浮いてるんですよね。実際かなり楽に浮いてます。はい、まあ、こんな感じでこのチューブがね、あることによって、そのチューブが体を持ち上げてくれてね、かなり、プランシェ楽に行えるんで、プランシェのね、トレーニングとしてはかなりおすすめです。これに関してはね、やってもらった人じゃないとね、わからないと思うんでね、一度体験してほしいです。はい、そしてもちろんこちらのね、倒立バーを使っても同じことが行えます。はい、同じようにね、引っ掛けて、そしてこの倒立バーでプランシェいきます。はい、こんな感じでね、楽にね、プランシェを行います。はい、ということで、このチューブとね、倒立バーの組み合わせもかなりおすすめです。はい、もう今ご紹介した通りね、さまざまなことができるんですよね。はい、もうめちゃくちゃ優秀ですよね。そして何より一番驚きなのが、やっぱり耐久度ですね。全く揺れないことです。はい、やっぱりトレーニング器具で一番気になるのって、器具のガタつきだと思うんですよね。
そのトレーニングを行っていても器具がガタついていたらね、トレーニングに集中できないということが結構あるんですけど、これに関してはそれが一切ありません。今ご紹介したトレーニング以外にもね、まだまだトレーニングできます。これだけの耐久度あればね、さまざまなことできると思うんで、そこは皆様の発想力でトレーニング生み出してみてください。僕もね、これからこの器具を使ったトレーニングとかね、おそらく SNS とかでも発信していこうと思います。やっぱね、誰もやってないトレーニングすることによって自分のスキルアップにもつながるんで、SNS の方もね、もしよければフォローよろしくお願いします。はい、ということで本日はこちらの、突っ張り棒タイプの懸垂バーで様々なトレーニング方法をご紹介させてもらいました。やっぱりいいものです。はい、これは間違いなく言えます。僕が今一番おすすめするトレーニング器具と言っても過言ではないです。はい、ディップスバーと同じぐらいおすすめの器具はこれです。ディップスバーがあれば、ディップスが行えて、さまざまなトレーニングを行えます。そしてこの突っ張り棒タイプの懸垂バーがあれば、懸垂が行えて、その他技の補強トレーニングなども行えます。はい、もうこの2つ揃ってしまえばね、もう自宅で全身、追い込めると思います。はい、今ねこんなご時世なんで、なかなか公園にね行ける機会も、減ってきたと思うんで、まあ、そういう面ではね、やっぱ自宅で、これだけ追い込める器具があるというのはね、いや、いい世の中になりましたよ。もうこれはね、使わない手はないと思うんで、皆さんもしよければ試してみてください。概要欄にリンクの方載せておきます。はい、ただし僕は回しもんでも何でもございません。はい、何度も言ってますが、僕は本当にいいと思ったんでおすすめしているだけです。またこういうシリーズがね、好評ならね、どんどん出していこうと思うんで、感想の方コメントよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。これ一つでマッチョになれます。パワー。